多分。そんなに怖くない？ホラーゲーム。どうも皆さんこんばんは。今回はね、このホラーゲームをやっていこうと思うんだけど、多分そんなに怖くないらしい。矛盾してんだよね。ホラーゲームって怖いのを突き詰めるものなので、こちらね、視聴者の方にポッキーさんホラーゲーム好きだということで、ぜひやってみてくださいってね、おすすめされました。じゃあやっていきます。これめちゃめちゃ怖いパターンなんじゃないかなって僕は疑ってます。はい、初めからスタート。どんなゲームなんだろう。なんか怖いな、もう真っ暗だぞ。無音真っ暗一番怖いぞ、ゲーム事業者にとって。ここの間もずっと繋がなきゃいけないからね。一番怖い時間来てます。早くなんか展開起きて。クリックか。クリックだった、びっくりした。アテンション。このゲームは全く怖くないですが、登場人物の一人であるタカシの気候に別の意味で恐怖を感じる場面がございます。どういうこと？タカシが主人公なのか、そういうわけではないのか。それでも大丈夫な方はそのままお進みください。クリックで次に進みます。はいはいはい、やっていこう。タカシの気候。お、いやもう BGM がホラーゲームじゃないんだよな。山田。俺の名前は山田。名字だけなんだね。オカルト部に所属している、俺たちは科学では解明できない類のものを日々研究している。あ、いいじゃん、なんかオカルト研究部か。なんかちょっとワクワクするね。最近学校の近くの川で幽霊が出るとの噂を耳にした。お、怖いね。今回は本当に幽霊がいるのか確かめようと思うと、ここで我がオカルト研究部の部員を紹介しよう。なるほどね。でもちょっとなんか入りとしては怖い感じするけどな。 BGM 合ってないけど。たかし、これ山田。どんな声で演じればいいんだ。見てくれ、校庭にオレンジ色の大根が落ちてたんだ。怖い怖い、オレンジ色の大根見たことない。ツイッターにあげたらバズりそう。たかし、それは人参だね。それはというか、なんで学校に野菜が落ちてるんだ。これで5本目だぞ。結構拾ってんな。落としてるやつがいんな、確実に。こいつの名前はたかし。こんな顔してるが立派な俺の友達だ。顔をディスんな。まあ、若干なんかね、描き方がね、緩いけど。おお、全然違うな、絵柄が。はい、山田さん、いよいよ今夜ですね。緊張します。ああ、なるほど、ヒロインかな。この子の名前は愛ちゃん。可愛くて優しくて純粋でとても頼もしい後輩だ。いいね、なんかピンク髪で校則も緩い感じなのかな、この学校は。俺の癒しの存在であり、話してとても楽しい。守りたくなる。おい、出すな、そういう男の部分急に。待てよ、俺はこんな可愛い子を危険な場所に連れてっていいのだろうか。え、ダメだと思うな、絶対に。どうする？セーブ推奨。やめておこうってあるんだけど。やめて。おい、真っ暗になった。出た、このホラーゲーム特有のバグ。背景が真っ暗になるんだよな。なんかすげえ決断のように見えてきた。やめておこう。何かあってからじゃ遅いからな。俺は二人を説得して今回の活動を中止した。軽流れ早いな。愛ちゃんは不満そうな顔をしたが安全第一だ。校庭に落ちていた人参の研究でもするか。すんな。え、これどうなんの。翌日愛ちゃんが行方不明になった。おそらくあの後一人であの場所に行ってしまったんだ。こうなるくらいならせめて一緒に行くんだって。俺は後悔している、ずっと。3年経った今でも。3年経ったんかい、もう。3年間何もしなかったの。愛の愛なしじゃ生きられないエンド。ダジャレやめろ。じゃあそれでも行こう。たかし、愛、行くぞ。いや、ここで引くわけにはいかない。愛ちゃんのことは俺が守ればいいだけの話で、一番難しいんだよな、それが。よし、じゃあ行くか。まあでもどっちみち愛ちゃんはね、行方不明になっちゃうわけだから、まあ一緒に行った方がまだマシでしょう。でもなんで行方不明になったんだろう。本当にその代わりは何かあるんじゃないか。ちょっとワクワクしてきた。ちょっとホラーゲームっぽいぞ。たかしの顔で緩まるんだよな、ホラーゲ感が。ここが噂の心霊スポットですね。あ、噂によると夜髪の長い女性の霊が現れそうだ。そしてここは事故が多かったらしい。おそらく自分が死んだことに気づかずにさまよってるとの噂だが。ああ、よくあるやつだ。一番怖いやつだね。僕は髪の長い女よりサングラスのかけたおっさんがうろうろしてる方が怖いけどね。うん、そりゃそうだな。誰をイメージしてるんだろう、サングラスのかけたおっさんで。俺はターミネーターのシュワちゃんが思いついたけどね、今。向こうやめて、突っ込んで。なんか山田、山田の役目だろ。あ、たかしって借金取りに追われてるんだけど。そっちをイメージしたんだ。一番怖えわ、それは。借金すんな。何で借金したんだ、一体、たかし。それが一番気になってきたんだけど。ん？奥に誰か立ってるぞ。え？マジで？うわ、ああ、もういるじゃん。
うん、近づいてきた。山田さん、こっちに来てますよ。いや、だいぶ髪長いけど、なんか変な髪型してんな。しまった、気づかれた。髪の長い女がこちらに向かって走ってくる。これはヤバい予感がするぞ。いやいや、本当にそんなちゃんと見えんの？ねえ、逃げるぞ。え、めちゃめちゃ逃げてるけど。おい、これはぐれるパターンじゃないか。そんな気すんな。俺たちは無我夢中で走った。すぐ後ろで足音が聞こえる。そしてハサミとつぶやく声も聞こえた。ハサミ？もしかしてハサミが欲しいのではないでしょうか。あげたら切られるんじゃないの。そうか、髪の毛切りたいのか、もしかしてあの可能性あんな。このホラーゲームぶっ飛んでるから髪の毛切りたいだけなんじゃないか。俺はこれセーブちょっとするわ。どっちだ、どっちなんだこれ一体。ちょっと待って、6時間悩まして、よーし、ちょっと長めに8時間悩んだぜ。走り続けるわ。ここで止まったら殺されるかもしれない。俺はアイちゃんの言葉を無視して走り続けた。その時、うわっ、俺は何かにつまずいてしまった。どうなった？それはタカシだった。タカシ先回りしてんのって、なんでそこにいるんだよ。何やってんのタカシ。君たちより先に走って疲れたからここで寝てたんだよ。土の中ってひんやりしてて結構気持ちいいんだね。怖え、タカシ一番怖えわ。俺はのんきにしているタカシを見て腹が立ちそうになったが、ふと足音がないことに気づいた。そしてアイちゃんがいないことにも気づいた。え、アイちゃん、あれ、アイちゃんはどこだ。タカシ埋まってる場合じゃないって。死にも見える。なんか一番怖いタカシが。なんか俺は来た道を戻って何時間も探し続けたが見つからなかった。またこのパターンじゃん。学校行くなって。これ針がないびっくりした今、針がなかった。これ翌朝、愛ちゃんは学校に来なかった。たかしが浮いてんだよな。愛ちゃんの机の上にはハサミがポツンと置かれてたそうだ。そしてその日からたかしに話しかけてもハサミとしか言わなくなった。いや、まあ別に通常なんじゃない、たかしのハサミしか言わないのは。むしろ、うわー、エンディング、たかしは足が速すぎたエンドそうだよな、相当速いよな。掘る時間もあるからね。うわ、これ相当すげえわ。たかしが足速すぎたんだ。なんだこのクソみたいなエンド。じゃあ立ち止まってみるか。一回立ち止まろう。俺は思い切って立ち止まって振り返った。すると女性もその場に止まった。最初は遠くからしか姿が見えなかったので分からなかったが、近くで見るとなんだか違和感がある。あ、髪の一部分が短すぎるんだ。あー確かに短かったね。なんか右側が。いやでも他が長すぎるんじゃないか。ハサミ、そうか、きっとこの女性は髪を切りたいんだ。でもハサミなんて持ってないぞ。いや本当に髪切りたいの。お、どうした愛ちゃん。え、山田さん、私実はハサミ持ってるんです。なんで持ってんの。さすが愛ちゃん、用意周到すぎる。いや本当にすごいね。あ、てかすごい違和感あるな確かに髪の毛に。愛ちゃんがハサミを差し出すと、その女性の霊は嬉しそうに微笑んだ。あ、もう普通に霊に渡してんのハサミ。ありがとう。いや喋った。ここだけ間違えて髪をバッサリ切っちゃって、こんな見苦しい姿で追いかけたくないの。あー、切っても追いかけるんだ。あの、たかしはたかしこれ埋まってんのかな。思いっきり追いかけられましたけどね。というか、なんてプロ意識の高い幽霊なんだ。いや本当にね。これまたレース開始するんでしょう、この後。女性はハサミを受け取ると長い髪を大胆に切っていく。そして顔が見れんのか、ついに。あ、待て、曲何かわいすぎるだろー。待てこいつたかしより狂ってる。かわいいけどね、幽霊は。確かに、まあ、まず心の中で叫んだ。たかしが興奮してズボンでガーッとしてたので、俺は慌ててそしちゃんといるんだ、たかし。何やろうとしてんだよ、お前。ズボンは脱ぐな。絶対に。パンツは履いてるか、ちゃんと。そこは大丈夫か。あなたが噂の幽霊ですか。あら、噂になってるの。でも、私もそろそろ成仏したいのよね。だから一つお願いしていいかしら。なんだ俺は。ちょっと待って、これセーブしようか。嫌だね。願いというものは自分で叶えるものさ。かっこいい。たかし。山田。ん？
幽霊がこっちをすごく睨んでいるぞ。これたかしのセリフだよねきっと。あ、やばい、怒ってる。え、その幽霊は女の子とは思えない形相でこちらを睨んでいた。あはは、ちょっとした冗談ですよ、ちゃんと聞きます。やばい、もう遅いか。もう遅い。くらえ呪いビーム。なんだそれは。え、なに呪いビーム。なにこれ、目からなんか出てるオロナミン C みたいなのが。え、うわこれどうなっちゃったの、死んじゃったのこれ。え、なになになに、あ、人参とジャガイモが。なに、どういうこと。え、どういうこと、どういうこと、わかんない。気がつけば僕は人参に、たかしはジャガイモになってあ、山田、お前が人参だなんてずるいぞ。彼女の呪いは人間を野菜にするのか。ん、ちょっと待てよ、まさか最近やたら学校に野菜が落ちてるのって。あー、なるほど。なんでたかしだけ逆にジャガイモされたの。野菜は制作者が美味しくいただきました。エンド、めちゃくちゃだなこのゲーム。じゃあこの神曲 Beautiful People がね、 Spotify で配信されることを願いつつお願い聞くか。わかった。それで願いとは一体。水玉柄のピンクのハンカチを見つけてほしいの。友達からもらった大切なものだから。なるほど、それが見つからないから成仏できないってわけか。まあ幽霊ってそういうのあるっていうね。なんかそのね、ここの現実世界、まあ、に何かなんていうの、忘れ物をしてみたいな。よし、わかった。それじゃあみんなで手分けをして探そう。いいね、オカルト研究部っぽくて。あった、もう見つけちゃったの。ふう、1時間ほど経っただろうか、やっと見つけた。早速幽霊に渡しに行こう。ん、どうした。たかしだろきっと。たかしが何かやったんだろ。あ、え、え、幽霊と愛ちゃんが2人きりで何かこそこそ話している。愛ちゃんは大丈夫だろうか。愛ちゃん足ないように見えるけど、どうしようか。どうしようかって何。間に入る聞き目を立てる。ちょっと待って、セーブさせて。シュールだなこの絵。セーブしたらシュールになるんだよな急に。これ間に入ってみる一回。まあいいか、俺はすぐに渡そうとした。その時ザザザと音がした。どうした、なんだ。振り向いた瞬間、頭に強い衝撃が走った。すぐに前頭部から血が流れてることが分かった。え、どうした。山田大丈夫か。山田さん、何が起こったんだ。まさかあの幽霊の仕業か。ごめん愛ちゃん、ごめんな高志、あとはた頼んだ。え、何があった。高志、犯人は高志エンド。もうこれ見たら高志がもうずっと、え、俺の中で犯人なんだけど、この後どんなエンディングがあったとしても。何これ。じゃあ聞き耳立てみるか。なんか話してんのか。俺はとっさに聞き耳立てる。別に今すぐ私に言ってもいいのだけど、やっぱり人間みんな秘密話は気になるものさ。それに女の子同士で集まると変に団結力が強くなるからな。誰かの悪口言ってたりしてこれで山田の悪口言われたら悲しいな。ナナナナさんがで、私もそう、でもあなたは、あんまり聞こえないな。もう少し近づいてみよう。その時後ろからザザザと音がした。タカシか。だ、誰だ。俺の声に愛ちゃんと幽霊も振り向いた。その先にはタカシがいたいや、もう分かってたよ、分かってたよこの分。あ、タカシ、おお、そんな子何してんだ。タカシ何やってんのどういうこと。僕さ、こんな時間まで起きてたことないから興奮して人参で穴を掘ってるんだ。やべえってタカシ、なぜお前の衝動はそんなに気候につながるんだ。その時タカシの手から人参が吹き飛んだ。俺は間一髪で吹き飛んだ人参を避けたが、もし頭に直撃してたらおそらく死んでいただろう。え、たかし怖っ、投げたのか。山田さん、え、たかし、なんだったの今の。愛ちゃんと幽霊が駆け寄ってきた。え、今のなんだったの。ちょっと、やっと見つけましたよ。これあなたのハンカチで合ってますか。俺は彼女にハンカチを差し出した。え、私のハンカチだわ。これでやっとあの世に行くことができる。ありがとう。ああ、よかった、見つかったんだ普通に。山田さん、どうした。ん、実はこの子私の親友で、
このハンカチをあげたの私なんです。え、一緒に探してくださってありがとうございました。これで私も一緒に行けます。え、二人ともお元気で。え、そう言うと愛ちゃんは俺の手を握りしめて優しく微笑んだ。その手は凍りついたように冷たかった。え、愛ちゃんも幽霊なの？え、どういうこと？気がつけば愛ちゃんも幽霊と消えていた。お、成仏できたみたいだな。帰ろうぜ。たかし、お前知ってたのか？ああ、俺はわけがわからなかった。愛ちゃんは。っていうか、お前も変だったよな。何もない空間で一人でずっと喋ってたぞ。愛ちゃん、愛ちゃんって。え、愛ちゃん見えてないのか、たかしに。お前の、イマジナリーフレンドか？イマジナリーフレンドってお前な。そういえば、俺はたかしと愛ちゃんが話してるところ見たことがない。怖っ。ちょっと怖いんだけど。同じ空間にいても、この二人同士で会話を交えていない。たかしには愛ちゃんが見えていなかったのか。なんだか虚しい気分だ。いや、こんなアホの塊のような奴に愛ちゃんが見えるのも大問題だ。俺だけの秘密にしておこう。いやー、なんか一番やべえの山田説あるけどな。お、帰ってきた。あれから一週間が経った。オカルト研究部は今二人で活動している。まあ、最初から二人だったわけだが。二人でよくできるなぁ。あのタカシと二人で活動できる山田もやっぱやばいって。相変わらずタカシは鼻の穴に大根を突っ込んでいる。知らん。それ初めて聞いた。相変わらずとか言われても。山田元気出せって。愛ちゃんに振られたんだろ。俺に乗り換えてもいいんだぜ。そういう展開やめて。振られてないし、それは絶対に死んでもやだね。幽霊を成仏させたっきり、妙な噂は収まった。その後詳しく調べてみたのだが、約10年前この学校の生徒タスケアイは、タスケアイ、タスケアイ、大雨にある増水で川で溺れた死因を助けるために自ら川へ飛び込んだが、そのまま2人とも帰らぬ人となってしまったのだ。名前に忠実だな、行動が。アイちゃんの遺体は見つかったが、親友の方は今でも見つかっていないらしい。きっとアイちゃんは2人で成仏したかったから、俺たちに気づいてほしかったのだろうと思っている。なるほど。きっと今頃愛ちゃんは親友と天国にいると信じよう。さてと、女性の霊の件は解決したし、次は何を調査しようかな。やばだ、びっくりウスだ。廊下でな、黄色くて変な粒がいっぱいついてる大根を見つけたぞ。それトウモロコシね。たかし、それはトウモロコシだ。終わった。 BGM 良かったな。面白かった。途中で制作放棄しそうになったんかい。それ聞きたくなかったな。プレイヤーそこなのだ。あ、どうもこんばんは。フィン、おしゃれだな。あ、ハッピーエンド。まあ、これエンディングは一個らしいね。てか画力急になんか下がってない？どうした？イラストかな。視聴者さんから募集した。次回、たかしの謎の生態に迫る。いや、こっちが一番気になるって。